七低柔道記は、増田俊也の長編小説。増田の北海道大学柔道部時代の七低柔道の体験をもとにした自伝的青春小説、私小説。第4回、山田風太郎賞最終候補ノミネート作。北大手市を研究林を舞台としたシャトゥーンヒグマの森で小説家デビュー以来、史上最強の柔道家、木村正彦の人生を追った。 大長編、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかの、執筆に専念していたマスが描く、青春群像小説。一眼の作画で漫画化されている。また、2016年に、NHKFM 放送、青春アドベンチャーにおいて、ラジオドラマ化もされた。北海道大学校内のクラーク博士像戦前、行われていた寝技中心の高専柔道を受け継いで、 北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学の旧帝国大学7大学で、現在も行われている7低柔道を題材に、昭和の風景が描かれる。実在の人物と架空の人物が混交しているが、他大学の選手も含め、登場人物のモデルのうち何人かは、実名で描かれている。マスダは、 作品に出てくる人物のモデルたちをリアルタイムで書く評論などに、その後の人生を織り交ぜて登場させたり、また登場人物のモデルたちと時事雑誌上で対談したりし、彼らのキャラクターに膨らみを持たせて独特の世界観を構築している。戦前、旧制第四高等学校で高専柔道を経験した井上康氏の自伝的青春小説。 北の海の続編を意識して書かれた作品である。井上は北の海の中で4校の柔道部員にスカウトされ、体格や才能がものを言う立ち技と違い、寝技は練習量が全てを決定する柔道だ。白帯でも体格が小さくても才能がなくても、寝技なら練習量を増やせば必ず強くなれるという言葉に惹かれて入部している。 愛知県立旭日川高等学校で柔道部に所属していた増田敏也は勉強が得意な方ではなく柔道だけに身を入れて高校生活を送っていた。ある日、地元の名古屋大学柔道部の部員たちにスカウトされ、その寝技のあまりの強さに驚き、明大部員たちに紹介された井上康氏の北の海を読んで自分も七手柔道をやってみたいと思う。 そして北海道大学柔道部へ入ることを決意し、二郎の末に入学した。しかし、憧れて入学した北大柔道部は、戦前の高専大会で全国優勝し、戦後の七停戦でも常に優勝を争っていた。かつての北大ではなく、選手の小型化が進み、部員も少なく七停戦で連続再開を続けている弱小チームだった。 七の角の他の大学から馬鹿にされ、北大以内の他の体育会の部からも下げ澄まれ、配部説さえ流れる状況の中で、しかし学生たちは、必死に突破口を見出そうと、練習量を極限まで増やしていく。北海道警察の特連柔道部への連日の、出稽古、ウェイトトレーニングコーチによる、容赦のないハードトレーニング、そして普段の寝技ランドリで、先輩たちに締め落とされ、 抑え込まれ、涙と鼻水を流しながら向かっていく。それでも、突破口が見えてこず、7停戦で、連戦連敗、部員たちは苦しみ続ける。柔道の練習場面だけではなく、昔から延々と続く、部の伝統行事などで若者らしいはしゃぎぶりを見せたり、するが、普段の部員たちは泣いてばかりいる。俺たちは一向に強くなれないと泣き、試合後も負けて泣く。 なぜ北大に来てまで将来柔道で食っていくわけでもないのにこんなに苦しい練習をしなければならないのかとなく個性ある先輩、同期、後輩たちに囲まれて北国札幌で学生生活を送る北大柔道部員たち春に若葉が燃える巨木秋の紅葉積雪が1メートルを超える地吹雪の中を旅行やデートで青春を謳歌する 一般学生たちを横目に、ただただ苦しい寝技の練習を繰り返す。深い雪に閉ざされた札幌の街で友情が芽生え、恋愛をし、少年だった新入部員たちは青年へと成長していく。この7定住同期について、増田は VTJ 前夜の中井勇気の中で3期下の首相、吉田博康と吉田の同期で副首相を務めた。 中井勇希への鎮魂家であるとしている。そして、私が書かなくて一体誰が書いてくれるというのかと、この、七手重動機に対する思いを記している。一眼の作画で漫画化されている。ビッグコミックオリジナルに2014年8号から2016年9号まで、不定期連載された後、ビッグコミックオリジナル増刊へ移籍して二千十六年七月号から二千十九年七月号まで、 連載された。後、マスダの VTJ 前夜の中井勇気を原作とした7手柔道機外伝が,が銅像館2020年7月号から連載されている。NHKFM 青春アドベンチャーにて2016年にラジオドラマ化された。出演。ありがとうございます。